次のチャレンジみたいなことって今考えてらっしゃることありますか？まあそうですね、もう僕本当に結構いろいろもうやらせてもらったので、うん、この美容っていうか美容師関係においては、うん、もう多分新しいことっていうのを見つけるっていうよりは、そのもっとじゃあ人の健康を考えた、うん、健康ですか？健康というか、まあ、美髪とか美肌とかっていうものを今度やってみようかなと思って、今ちょっと考えてやってますね。その肌とか、肌とか、もう髪もそうですかね、はい、それは何か ものを作るっていうことではなく、ものってはもう体に入れるもの、飲むの、サプリメント的なことですか？飲むもの、開発してっていうか、はい、多分4月ぐらい多分もうできると思います。早いですね。あ、もう動かれてる、はい、それは興味ある、ね、ちょっと楽しみですね、はい、うん、それをまあ飲めば、まあ、はい、まあ、きれいというか、はい、健康、はい、うん、そういうのを今度は、まあ、多分美容師さんもこういうのだけじゃなくて、そういうプラスアルファのことをやっていく人も多分増えていくと思うんですよ。なんでそれをやって、なんか違う形でまたなんか業界にこう貢献できたらいいかなみたいな。やっぱり今その違う形で業界に貢献できたらっていうふうな言い方されましたけど、はい、もうずっとこの業界にいらして、はい、やっぱり何かこうか自分の持てるものを還元していきたいっていう気持ちからやっぱりあるんですか？まあ、もちろん技術であったりとか、あとはそのサロン自体のアフロートのこの接遇感、技術力の高さっていうのはやっぱりすごいものができてると思うので、まあ、それを今度はもうこう世の中にもっと排出できるような形がいいかなと思うんですよね。最後その、まあ、先に努力している、まあ、美容師さんとか、はい、あの、まあ、これから宅飲を努力したいっていう若い美容師さんにアドバイスをぜひ、まあ、メッセージを見てください。はい、そうですね、あのまずモノマネでもいいので、いいなと思うものを真似て作る。で、上手い下手とか関係ないんですよ。で、絶対最後まで作り切って最後まで撮ってみるっていうのはもうめちゃめちゃ大事だと思うんですよ。それをやらなくて、これやったらこうじゃないのとか、なんかこうマイナス的なことを絶対みんな考えてとか言っちゃったりするんですよ。でもやってからその先のことを考えればよくて、はい、とりあえずもう行動にして、そこの位置まで行ってから、で面白みが絶対出てくるんで、この前こうだったけど、じゃあ次回はこうしよう、またこうしよう、じゃあ今度スタイル変えよう、雰囲気変えよう、質感変えようみたいな、そうやってどん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 こうステップアップしていきながら形っていうのを作っていくと、やっぱりもう永遠なんで、で何でもできたらいいと思うんですよね。でその中に一番の得意分野っていうのも作りながら、でも何でもできちゃうみたいなっていう、でも何でもできるレベルがもう高いというかっていうような感じでやってほしいなと。だから本当に、はい、初めはもうコツコツやって、で最後はそういうふうになるという、うん、はい、やりきらなきゃダメってことですね。そうですね、はい、チャレンジして、はい、ありがとうございます。写真はやった方がいいそうですね。写真はやった方がいい、嬉しい、やった方がいいですよ、はい、ちょっと本当にそういったあの人たち、はい、マビオさんに向けてそのあのチョコもね、はい、発行させていただいて作っていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい。